エブラハム・ラボリエルは、メキシコ出身のベーシスト。3000作を超える楽曲の録音に参加。アメリカの雑誌、ギタープレイヤーでは、我々の世代で最も幅広く活躍するセッションベーシストと評されている。息子に、ポール・マッカートニーなどのサポートドラマーで有名な、エブラハム・ラボリエル・ジュニアを持つ。最初は、クラシックギターの練習から始めたが、 米国のバークリー音楽大学へ進学してから、ベースギターの演奏をするようになった。その後、ヘンリー・マンシーニに勧められ、カリフォルニア州で音楽のキャリアを積むことを決意した。ポップスから、R&B、フュージョンと幅広く活動しており、スティービー・ワンダー、バーブラ・ストライサンド、アルジャロー、ドリー・パートン、エルトン・ジョン、レイ・チャールズ、マドンナ、ポール・サイモン、 キース・グリーン、リサ・ローブ、クイーン・シー・ジョーンズ、デーブ・グルーシン、ラスタフ、エンゲル・ベルト・フン・パー・ディンク、クリスタル・ルイス、クリス・アイザック、マイケル・ジャクソン、日本のアーティストでは、渡辺貞夫、ジンボ・アキラ、松藤谷由美、中島みゆき、高中正義、小田哲郎、門松俊樹など多様なアーティストのレコーディングに参加している。また、自身のソロアルバムも、ディア・フレンズ、 ギダム、フストエブラハムなどをリリースしており、これらのアルバムには、アレックス・アクーニャ、アルジャロー、ジム・ケルトナー、フィリップ・ベイリーといった面々が参加している。2005年には、バークリー音楽大学より、名誉音楽博士号を授与された。なお、ラボリエルは、バンド、フレンドシップや、恋のニアの創設メンバーでもある。バークリー音楽大学名誉博士号授与者リスト。 ありがとうございます。